はい、どうも、ラキです。今日なんですけども、この大砲を使って、イカスフィアを撃ちたいと思います。自動でめっちゃ動く。自動でめっちゃ動くんだけど。で、この大砲ってこうやって、まあ、動かすことができるんですけど、一応こうやって判定もあってノックバックできるんですよ。で、これにイカスフィアでぶち当たったら、どっかまで飛ぶんじゃないかと思って。そう、上下にも行けるぞ。こうやって上下にも行けるから、どうにかなるんじゃないかなと思ったので、今日は、これでイカスフィアを撃っていきたいと思います。こういう感じで、こういう感じで撃てばいいんだよね。ゴルフみたいに。ヒュッて。で、あそこの上狙えばいいんだよね。あ、来た来た来た。イカスフィア。イカスフィアになったら撃つか。こう撃ちたいから、あ、そっちに撃つ?はい!あれ?はい!あれ?うわあ全然撃てない!あれ?当たってない?まさかね、まさかそんなバカな。ちょっと俺もイカスフィアやってみようかな。一応さ、野球のボール、ゴルフボールとかみたいにさ、一応、インク白でやってるんだけど、打てるように。ちょっと青でもいいやもう。今度俺が打たれたい。やっぱボールって白くなくちゃ、ダメだよね。ってことで、白で来ました。では、ボールになりたいと思います。ボールになりたいと思います。なんか、悲しいよな。じゃ、行きまーす。はい。あはは、ちょっと近くない。待って、全然動かない。あはは、ちょっと近くない。ああ倒しちゃった。ちょっとしか動かない。全然動かないんですけど、ピタってくっつく。動いてるわけではなかったら。全然ダメだったね。ボールになれなかった。うわっびっくりした。うおほほびっくりした。うわっ任せろ。えっあ、結構跳ねた。何今の?抜けた。綺麗に抜けた今。